北電は今年2月40年に一度とも言われた大寒波では想定を上回る電力の需要があったことから、今年は例年より3ヶ月早く冬の電力需給の見通しを立てました。北電によりますと、最も需要が多くなる1月でもおよそ 16% の供給予備率があり、必要な電力を確保できるとしています。また苫東厚真発電所の発電量に相当する大規模な停電が起きた場合でも、北海道と本州を結ぶ北本連携線により本州から電力を安定供給できる見通しだということです。